いよいよ年を。年末は何すんの？こんな年越しそばもいかがですかと。これが Bluetooth そば。こんにちは、劇団スカッシュです。今年最後の中田のセカンドということで、達也さんに無理を言って来ていただきまして、深夜食堂の方をやらさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。まあいいよ。年末ということで、うん、年末大晦日に深夜に食べるものと言ったら何ですかと。年末大晦日に深夜に食べるもの、はい、それは鍋。違う違う違う、年越しそばでしょ。あ、そう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 、押しながら食べるそばなんでしょあれって。多分なんかあれでしょ、お掃除とかしたりするから忙しくて、まあまあ、そば、ね、そばしか無理みたいな。本当はそう、本当はそう。でも、その年越しそばっていうか年越しながら食べるそばだと俺思ってたから。な、ふてくされてんの？深夜食堂やっていきなりふてくされはダメよ。いや大丈夫でしょ。いや年末ふてくされから始まるはダメよ。みんな見てる、みんなもうふてくされ納めさせてください。ふてくされ納めだな。今日で終わりなんで、ふてくされの。分かった。新年はじゃあ心開いてやってくれ。もちろん最初からそれはもう。ということで、もう一個ボタン上げてもらっていい？もう一個一応セクシーコックなんだっけ。そうです。ということで、あの年越しそば、ちょっと今日は年越しそばを、イタリア風にアレンジしているそんな人、やった人。いやでも達也さんに相談したところイタリア風だったらいけんじゃないかって言ってくれたんで。俺の話出すなよ。今出さない感じだっただろ。よし、じゃあイタリア風でいきましょうということで、ちょっと僕なりにイタリア風を研究して持ってきましたんで。ちょっと待って、はい、思いついた。え、いや、そのコンセプトがさ、セクシーコックじゃん。そうですね。なのにそのセクシー足りねえなと思ってたんだけど、全裸にエプロン1枚っていうのはどう？やだ。そっちの方がセクシーだなと思って。いや、それ変態ですよ。アルデンテイタリア風年越しそば作ります。シニャー食堂。食堂のところは一応ハモっといた方がいいか。いけます、この高さ。うん、分かった。シニャー食堂。ハモリの意味知ってる。下の方が良かったかな。下ハモリもできる。シニャー食堂。それ一日何回もやるもんじゃないんだよ。じゃあ何買ってきたの、見せてよ。鶏もも、きのこ、和風サラダ、だしつゆ、あとゲテモノ。ゲテモノ出てこない。モッツァレラチーズ。あー、モッツァレラか。トマト。あ、なんかうまそう。ゆずこしょう。お前成功するんじゃないと。巻き巻きしがれ、巻きしがれそば。あー、お前今日成功しそうな雰囲気ある。俺の中で本気出しちゃったかもしれないね。あ、ちょっと待った、取ってないじゃん。いや、油温めるぐらい大丈夫だよ。いや、もこみちさんそこしか見せません。俺、もこみちさんじゃないし。まずオリーブオイル楽しみます。たーけー、たーけー。怒られるのだけ嫌なんだな俺。それ鶏？鶏肉。いや、俺肉多めがいい。大地、いや、多分これで十分多めになると思う。全部いこうよ。大地、キノコも全部いくことになるからね。あ、そういう、あ、そういうのがあるのか。あ、なんかコックっぽい振り方 しますね。あ、中田ファンは今のところ全裸だったらもうたまんなかったと思うよ。あの奥はチン。あ、今塩なんすね。一応塩コショウ振っときましょう。今塩コショウなんすね、このタイミングで。謎、俺からしたらもう全く謎。あ、それは中田さんのキノコということで、いいですか。ここでなんか入れんすか。それなんだっけ。ここでめんつゆ入れましょう。めんつゆ。あ、和風系っすね、和風イタリアン。そうですね、鍋敷きだね。いいんだよな。それ鍋敷きじゃないですよね。こっちが表なんで、うん、あ、ネギだったらいいんじゃないかなと。はい、じゃあそばのためにお湯を温めている間に。あ、もう結構すぐ茹だるね。茹だってますね。何分やるんですか。4分やりますよ。4分やんだ。4分の表示だったら3分半ぐらいで揚げちゃうから。アルデンテー。おっと、待ってこれもしかして始まるんじゃない？来たぞ来たぞ、巻き巻きシガレットだー。巻き巻きシガレットだー。その大葉の千切りの音なんですけど、すみません皆さん。みんなが待っていた巻き巻き。みんなっていう、なぜか達也さんが待ってくれてる。ちょい待ちかもなー。どっちかなー。どっちか食べて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 、どっちだ、食べて食べて、どっちどっちどっち食べて、どっち。あ、もう大丈夫だ。はい、かい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 。どっちのケツが本物か、どっちのケツが本物か。ケツ1個。
してん何してんだよ。なんか全部落ちてんじゃねえかよ大地。大変なんだよこれ、今大変なんだよ。えどっちのケツが本物か。えっと決断的にも始めないでもいやでも気になるじゃんみんな、どっちのケツが本物かな。そうこれがね、だからさっき言ってたその全裸食堂だったら、はい、お前のケツ本当出てんのよ。だから嫌だった一瞬別にいいかなと思ってケツ出ちゃうわと思う。ケツ毛食堂ダメか。ダメでしょ何してんだよ一人でゴソ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 。エロいことか。いやおかしいチア食堂ってそういう意味じゃないから。ぬめりを今取ってきます。女性のお前うまい具合にやれよテキストで。無理だよお前、テキスト力あんじゃん。だって最近褒められて最近褒められてんじゃんお前テキスト力で。あれも俺にとってはプレッシャーなんだよ。ね、深夜食堂って別に俺なくてもできるんじゃないの。いやダメだったんだよ、やったことあんだよ。あ、やったことあんの俺なしで。そう、どうだった。これ深夜食堂やってくださいって、はい、そのコメントが言ってた。そうか、一人で深夜食堂の多分深夜食堂って言ってんだけど深夜食堂をやってくださいって。これなんかモッツァレラを半分に切って半分ぐらいの方がやっぱね、美味しそうだね。いいんじゃないですかね。ここ混ぜちゃう。いいじゃん、俺もこれでいいんだけど。これにこのさ、この油、バージンオイル入れてさ、塩でもかけて食うんですよこれ。そうでしょ。あ、それ入れちゃう。あ、それ入れちゃう。あ、これ来るんじゃない。じゃあオリーブオイル入れ、中身ちやめろ。めんつゆ入れて、おいしい。胡椒がいいんじゃない。え、おいしそうだね。そこに衣もしかして入れんの。そいつはでも別よ。あ、別なんだ。楽しみ。どうなんだろう、何になるんだろうこの料理。最初から最初から言ってるようにイタリア風のソースそばだ。最終的に何になるのかな。そうだね。そしてこれ柚子胡椒ですね。柚子胡椒を少々。柚子胡椒を少々。いい、ね、響きいいですね。辛くない柚子胡椒だったんで。これさ何ですか。何ですかって何ですか。そばでしょ。これがそば。はあ。ジャパニーズヌードル外人これをもう、あれなんか美味しそう。じゃあおっと、これだったらね、年越しそばの時間がない時でも、うん、焼いてんのこれだけだもんね。そう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 、これはもう今残りカスみたいな感じで。やめてやめて、置かれてるもんね。残りカスってなんで言ってたんだろう。え残りカスってなんで言ってたの。残り汁か。じゃあ残り汁でもないでしょ、汁ないな。あー、そっか。おおおお、あー、イタリアンっぽい巻き入れ。おい、でもなんか色に似通ってねえか全部。おい、ほんとだー。ここで巻き巻きシガレットが、あー、でもいいじゃないですか。はい、じゃあこれでなんだっけ、Bluetooth、 Bluetooth そばイタリアから日本へだ。Bluetooth そばイタリアから日本への完成でーす。ありがとうございます。こんな年越しそばもいかがですかと。これが Bluetooth そば。それじゃあね、はい、いただきたいと思います。出た。何が出たんだよ。ちゃんと言ってよ。出た、なんとかだみたいな。難しいから、そっか、すげえ難しいから。ちゃんと大葉も混ぜたいから。できればね。ちょっと大葉をバランスよく配置しないといけないから。ああ。あの配置じゃバランスよくないから。すいません。大葉の配置はこうか。こっちがちょっと。もう早く食べて。いただきます。ちょっとどうなんだろうな。めっちゃうまいね。よかった。トマト、モッツァレラ、キノコ、あと鶏肉だよね、はいはい、あと大葉、はい、これは全部ちゃんと教えてくれてるの。美味しいよって、これは美味しい料理なんだよと教えてくれてるんだけど、一緒に食べると入ってくる大根とかが何の味かよく分かんない。あ、ちゃんと人参だったら人参とか教えてほしいんだけど、ただすげえうまい。これも違う。違う。そばではないな。あ、そう。なんだ、茹で加減も最高だね。 ありがとうございます。ちゃんとぬめりを取ったのが良かったんだと思ってるんですよね。女性の。違う、なんでそんな絵好きながら下ネタ挟んでいくんですか。これでも本当止まんない。実際多分こうしたら美味しいだろうなと思ってんだけど、どんな味なのかあんまり想像できてないんだよね、うん、でもサラダスパゲッティっていうよりは真面目に考えてくれてんな。で、和風スパゲッティでもそばかな、わかんないな。これはうまいぞ。これでも作り出したかもしんない。めっちゃうまいね、マジで。ちょっと評価高いね。めっちゃうまい。まあみんなやってみてもいいんじゃないぐらいの感じかと思ってる。やったほうがいい。これはいただきます。うん、うん、本当だ、本当だ。そうだろ、そうだろ。なんだこれ。なんだ、
あ、分かった。その本当は夏に食べた方がいいやつ。あ、そう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 。そうだ。寒いから。だからこれは言いたかった。そう。全然年越しそば感ない。ないね。全然ないけどすげえうまい。うん。そうそうなんですよ。これはね。これ入れたのも大正解。大正解っす。よかったっす、よかったっす。うん、まあ、唯一心残りやっぱ全裸じゃないっていうところっすかね。いやでもいいっす、いいっす、いいっす、いいっす。上だけでも。あ、そうっすね、そうっすね。上だけでもそういうんで、うん、お別れしよう。まあただ料理番組で、うん、上半身裸で飯食ってるやつ俺は見たことないんで。いやもうしょうがないよ、もう、うん、まあそうっすね。最初から振りもあったし、そうっすね、やんなきゃこれ終われないでしょ。そうっすね。いかがでしたでしょうか、今年最後の中田のセカンド動画、うん、深夜食堂やらさせていただきまして、うん、大変美味しいものができたので、うん、よかったら大晦日の深夜にこれ作ってみて、うん、そのイタリアの年越しの仕方を皆さん、うんうん、いいですね、いいですね、はいはい、うんうん、いいですね、いいですね、いいです、どんどん盛り上げて盛り上げて、どんどん。いや、いいね、今喋ってたらこの流れがさーっと終わろうかなと思ってたらカメラの向こう側から、いいですね、いいですね。あ、そうか、声出すとこじゃなかった。そうそう。あ、じゃあほら、あとこれ、これ言って、え、あの、よかった、この動画よかった人は、この動画、ちょっと待って、なんかめっちゃ知るから、このそばが美味しい、美味しそうだなと思ったら、してください。まだまだ他にもレシピを教えてほしいなと思ったら登録してくださいね。そう、あとツイッターとか、ツイッターとか SNS に書き込んでね、か、あ、で、拡散させてくださいね。それでは劇団スカッシュ、それでは劇団スカッシュ、肩丸尾でした。肩丸尾でした。丸丸。